クセニアイバノブナモンコは、ロシア出身の元女子、フィギュアスケート選手。パートナーは、キリル・ハリャビン。姉は、アイスダンス選手のマリア・モンコ。2011年世界ジュニア選手権優勝。2009年、2010年、ISU ジュニアグランプリファイナル優勝。4歳でスケートを始め、5歳で、アイスダンスへ転向。2000年に、キリル・ハリャビンとカップルを結成した。 2009から2010シーズン、ジュニアグランプリシリーズで2連勝、ジュニアグランプリファイナル、ロシアジュニア選手権でも優勝を果たした。世界ジュニア選手権では3位に入った。2010から2011シーズン、世界ジュニア選手権を含め、出場した試合ではすべて優勝を果たした。2011から2012シーズン、スケートアメリカと、 中国杯に出場予定だったが、9月にハリアビンが伝染性単核球症に感染し、出場を辞退。ロシア選手権で復帰し5位に入った。2月にはコーチをアレクサンドルズーリンとオレグ・ボルコフに変更した。2013年国別対抗戦には、エカテリーナ・ボブロはドミトリー・ソロビエフ組の補欠として出場し3位となった。 エキシビションはモリアビンの高熱のために出演を辞退した。2014から2015シーズン NHK 杯で2位となりグランプリシリーズで初のメダルを獲得した。ロシア選手権でも2位で初めて表彰台に立った。欧州選手権ではロシアの3組の中で最下位の10位に止まった。初出場の世界選手権では8位。2015から2016シーズン ロステレコムハイでは練習中にハムストリングを怪我をし、FD を棄権。ロシア選手権も同じ理由で欠場した。2016年9月、怪我による引退が発表された。ありがとうございます。